天皇賞秋、の勝利は素晴らしかったです。僕はすごくいい思い出でした。なぜなら天皇さん、と奥様はスタンドに行ってましたね。だから僕にとっては特別な日でしたね。レース終わってからスタンド前、天皇さんに拝図しました。結構感動しましたね、やっぱり。ほとんど完璧なレースでしたね。イクイノックスはすごくいいスタートをしました。すぐいいポジションを、取れました。その後はずっといい感じだったし、楽だったし、で直線の相手からすごく癒しを使ってくれました。で、ライバルはあまりいなかったね。 だから、ジャパンカップにいいトライアルレースでしたみたい。でも天皇賞だった。 G1、 日本の大きな G1 だったけど、彼にとって未勝利見たかったですね。 ちょっと今シークレット言えるね。引退したから。やっぱり目上面でパンサラサを見てなかった。もう10馬身前に行ったけど、直線の相手から見ましたから、うわ、1秒ぐらいで、わ、心配しましたね。うわ、届けるかどうか危ないと思った。 でもエクイノックスの反応がすごかったので、パンサラサ見たらストライドはちょっとちっちゃくなりましたので、ああ、多分大丈夫、間に合う、できる。バトンを押した時ビョーンって言ってたので、大丈夫と思いました。2回ちょっと、レース前、ちょっと心配しました。馬の状態を気にしてなかったけど、ドバイで雰囲気をちょっと心配しましたし、宝塚記念の時も、内回りはちょっと心配しました。そうですね、もう本当に 違うレースでしたね。違う騎乗だったね。ドバイで、ナイター競馬だった。エクイノックスのお休み明けでしたので結構エキサイトしてたね。返し馬の時はすごいかかった。一生懸命で走ってくれましたので、うわ、どんなレースできるかどうかと思いましたね。だからスタート前ちょっと心配しました。だからスタートすぐの後、じゃあ OK、 マイペースで走りましょうと判断しました。逃げる馬がいなかったので、もし前にリラックスできたら絶対勝てると思う。だから、すぐ OK、 お任せしてください。 でエクイノックスは、逃げ切りは初めてだったから、多分びっくりしてくれましたね。だから、ずっと物見してたし、ずっと息が、入りましたし、だから最後は強さを見せてくれました。で宝塚記念の時は、
やっぱり内回りは結構トリキーなコースですね。直線は短いだし、ポジションは大事だし、で一番強いの馬でも乗ったら、負ける、たまに負けるから、まあ昔 TM オペアラオとか、まあ、宝塚記念で負けたので、気をつけないといけないですね。残念ながらスタートで、まあ、1本目2本目はあまり良くなかった、ちょっとつまずいたので、いいポジションを取れなかった。だからすぐ、まあ、コーナーが1コーナーがあるので、お外の馬が早めに内側に入っているので、まあ、いいポジション無理だった。だからいや後ろからちょっと大変になりました。でもまあ良かった。エクイノックスは、めちゃくちゃ強い馬だったから、後ろの方から外側から、よく、来ることができました。まあ最後素晴らしい那覇市で、勝つことができた、良かったです。まあ、ジャパンカップの前、僕の思うは、まあ、引退レースじゃないと思いましたね。やっぱり僕にとって5歳でまた良くなれると思いました。まあ、エクイノックスは北サンブラックの子でしたので、まあ、だんだん良くなってきた。まあ、北サンブラックも5歳で一番ピークだったね。だから、まあ、エクイノックスは4歳 の1年間はすごかったですけど、また素晴らしいなパフォーマンスできると思いましたね。だからジャパンカップ使った時は、いやまた来年はまたできると思いました。でもまあもちろん、まあ、パーフェクトな年でしたね。4戦4勝、全部勝ったっての勝、まあ、2回目ジャパンカップ、勝った、海外でも勝ったので、まあ、また1年間で使ったらちょっとリスクがありましたね。だからまあシルクレーシングの米本さんの判断をよく分かりますね。はい、リスクなしで、まあ、無事に牧場に行けました。だからそれもすごい大事ですね。まあ世界ランキングで一番上だったから、まあしょうがないと思います。いやもちろん毎回、クイノックス乗った時、結構、まあ、ちょっとプレッシャーがありましたので、もちろん、勝った時、まあ、安心しましたね。とりあえずその後はちょっと馬のパフォーマンスを考えたら、わすごいすごい思いますね。その後は感動する、わすごい、もう僕はこのめちゃくちゃ強い馬の上でいますね。僕は乗ります。だから信じられないみたいですね。まあすごい大きなチャンスだったね僕にとって。いつも通り、エクイノックスの出発力がよく感じたので、毎回びっくりしました。
それで感動しました。ジャパンカップ終わってから、2日間3日間の後ぐらい、米本さんから電話来て、もうすぐ発表するって、イクイノックスは終わりです、ちょっとまあショックじゃなかったけど、いやちょっと残念と思いました。はじめまして、僕の名前はイクイノックスです。よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。私はアルモンダイ。あなた新人さん？はい、ここに引っ越してきたばかりなんです。あなたと同じジャパンキャップで引退しました。あら、そうなの？北海道へようこそ。そう、それはもう面白いと思ったね。ちょっと考えました。もし馬が喋ったらどんな話するかどうかちょっと考えました。でアルモンダイとイクイノックスはまあ、2頭とも、特別な馬でしたね。スーパースターだったから、会いたらはどんな話するかどうかちょっと考えました。ちょっと面白いやつだった。うん、できれば乗りたいですけど、まあそれは多分3、4年後ぐらいから、まあそこまでいけるかどうかまだわからないですけど、まあ二頭ともの子供はデビュー戦、するときは多分みんなエキサイトになりますね。はい、はい、もちろん北海道に行きならシャーダイスタリオン、に行きたいですね。それはちょっと、まあ、楽しいね。乗った馬会ったら、まあいい思い出が出てますね。はい、CL by シルメルとネットケバーのタイアップで、ダイジェスト2023年 T シャツを販売します。ファンの皆さん、早めにチェックしてください。